g s a m とは GNOME デスクトップ環境で利用可能な画像ビューアであり、かつ画像ブラウザである。GPL の下に配布され、無償で自由に利用できる。g s a m はシンプルなインターフェースを備え、デスクトップ上においてグラフィカルな操作で画像を扱うことができる。画像ビューアとして利用する場合、画像を直接表示する以外に、スライドショーという特殊な機能も利用できる。 画像の拡大、縮小、回転といった効果を加えることが可能である。また、画像ブラウザとして利用する場合、画像のコピーや貼り付け、切り取り、すべての画像の一覧表示などが行える。各々の,の,の画像に付けられたファイル名は別の任意のファイル名へ一括変更する機能も備えている。さらに、画像エディタとしての機能も備えている。画像のサイドや、 明るさ、コントラスト、カラーバランスの調整やサイズの変更が行える。保存可能な形式には JPEG や PNG、TIFF とがが用意されている。GUSAM は GUFOT と合わせて利用することで使用するデジタルカメラがサポートされている場合には PTP によって直接画像をインポートすることが可能となっている。ありがとうございます。